7月23日、新居浜市文化振興会館で行われた初めての油絵ワークショップ。そこで描かれた作品が赤金ミュージアムで今月24日まで見ることができます。初めての油絵ワークショップでは、小学生から大人までの油絵未経験者が参加し、参加者は講師に教わりながら作品制作を行いました。モチーフはひまわり、夏野菜、人形などから選び、ほとんどの参加者が半日で作品を完成しました。多くの人に油絵に興味を持ってもらいたいという思いから、新居浜文化協会がワークショップを開催。道具は貸し出し、手ぶらで参加できることが好評で、多くの人が参加しました。今回の作品展では、ワークショップの中で制作された16点を展示しています。それぞれの作品には講師のコメントが添えられ、展示を見に来た人へも絵の見どころを伝えています。またワークショップの様子を写真で見ることもできます。ワークショップを含めて今回が初めての作品展。新居浜文化協会の松本光久さんは、来年以降も継続していき、多くの人へ油絵の魅力を伝えていきたいと話していました。初めての油絵作品展は今月24日まで赤金ミュージアム1階アート工房展示スペースで開かれています。